今日はリクエストでシーフードのリゾット作っています。材料こちらです。ドン、魚介類はエビとアサリと、まあ、あとお野菜はこの辺ですね。オリーブオイルとスープの素とアンチョビペースト、生クリーム。ガーリックをオリーブオイルで炒めます。で、今日はまず最初に魚介類を炒めます。で、ここにアサリと冷凍のエビ、これ両方とも冷凍なんですけど、それ違います。で、白ワインを入れて、蓋をして強いですね。これらを取り出します。アサリとかね、アサリとかエビは火がとても通りやすいので、固くなっちゃうと食べるとき美味しくないので、これ後の方で混ぜ合わせますね。半速で昆布入れてあります。添加ブイヨン2種類投入。お野菜系かな、まあ、魚介系があればそっちの方でもいいかもしれないですね。もう1種類すごく美味しいんですけど、これにさらにアンチョビでちょっと取り出しておきます。で、そこに玉ねぎとさっき買ったピーマン、これ全部入れちゃう。で、お米を入れるわけです。炒めたんですね。だいたい中火ぐらいかな。このままいっちゃいます。で、蓋をします。今ちょうど4分ぐらい。今ちょうど4分ぐらい経ったのかな。そこでこれからスープを入れていくんですよ。さっき作ったスープを入れます。で、これお米のふさふさになるぐらいふさふさです。で、このふさふさをずっとキープしないとダメなんですよ。今ちょうど入りましたね。
で、これからずっと煮込んで、米の柔らかくなっていくのを待つ。今日はちょっとカラフルにね、パプリカとかピーマンとか入れましたけど、これ一皿で食事が終わるように。はい、ここで今14分いただくからですね。で、この辺りでもう一回混ぜて、ちょっと味のチェックですよね。あと米の硬さ、ちょっとこう確認です。ちょっとまだ硬いんで、あと3分いきます。はい、追加3分あったところです。もう一回これで混ぜますけど、もうそろそろお米もね、いい感じに柔らかくなったかなと思うんで、味見してみます。これで良ければ生クリームと魚介を入れて、完成させてもらいます。生クリームを残して、あと1分だけいきますね。はい、1分経ちました。結局都合17分ぐらいかな。で、これを最後ね、この水分飛ばすのでちょっと煽るわけですよ。はい、分かります。いただきまーす。さあ、どうかな。シーフードリゾット実はあんまり作ったことなくて、今日2回目ぐらいかな。いいね、これ。優しい味ですね。おいしい。いやー、食べちゃいましたね、最後まで。魚介類を生クリームでまとめるっていうのね、なかなか新鮮ですよね。いや、うまいです、マジで。全然遜色ないですね。お肉と比べても魚介類を生クリームで最後まとめると、で、最後黒胡椒とかチーズとかいかに食べるとなかなかいいですね。もうハマりそうです。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。なんか作ってみて美味しかったよとかってあったら、コメント欄に残しちゃってください。どうもありがとうございます。ではまた。チャオ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 チベリアモンゴラ。